どうしたの？さあ、行きましょう。よろしく、キリト君。補充しておこう。人も増えたことだし、いざって時にポーション切れなんてありえないからね。ポーションの在庫は、あれ？やだ、何これ、どういうこと？そうなんだ。じゃあストレージも見てみて。私もなの。キリト君のステータスが見られなくなってて、アイテムの共有も切れてる。まさかとは思うけど、キリト君私と離婚した。でも現に今結婚状態になってないわけだし、キリト君、これってどういうこと？返信が来たぜ、キリト。俺の知り合いを当たった限りでは、今76層以上にいる中で結婚してるやつは見つからねえみてえだ。女性プレイヤーの少ないこのゲームで結婚してるプレイヤーっていうだけでそもそも希少価値だもんね。その上今76層に上がってきてるやつなんて、間違えてきちまったやつ以外全員ガチの攻略組だろ。まあ私は間違えてきちゃったけどね。私たち以外にも結構いると思いますけど。ゲーム外から来ちゃいましたっていうのはさすがにレアケースだけどね。頻繁に会ったらたまったものじゃないわよ。
自分から望んで最上階に来るようなガチの攻略組には恋愛にうつつを抜かしてる暇なんざねえってことだ、キリノジよ。ねえ、その結婚解除って本当に本当なの？キリトって今フリーなわけ？ちょっと人聞きの悪いこと言わないでよ。全然フリーじゃないですから。でもシステム的にはそうなっちゃっているんでしょ？そうだけど、私もキリト君も離婚なんてした覚えないし。よくわからないけど、どちらかが間違って離婚申請のボタンを押した可能性はないの？可能性はあるけど、実際は相手が承認ボタンを押さないと離婚が成立しないわけだから。相手がどんなに嫌でも離婚できないってことですか？一方的に離婚する方法もあるにはあるけど、その場合離婚を申請した方のアイテムが 100% 相手の取り分になるの。逆に言うと、アイテム分配率が 100% 対 0% の場合以外の離婚には必ず合意が必要ってことね。私のストレージもキリト君のストレージも空になったわけじゃないし、ちょっと考えづらいかな。てかよ、もう一度結婚し直せばいいんじゃねえか？それって他の相手には結婚の申し込みができるんでしょうか？他の男性プレイヤーに結婚を申し込んでみれば？他の男性プレイヤー？お待ちしてます。私もそう思うわ。いやいやいや、受諾なんかしねえよ。一生の記念にするだけだぜ。別にいいけど。システムメッセージが出たわ。わかったわ。まだ操作に慣れてないのよね。冗談よ、ちゃんと断ったわ。やっぱりシステムエラーってことで確定ね。
分かってる。気にしても仕方ないもんね。よしよし、キリト、いいかな。おい、キリト。ちょっといいか、ちょっといいかな、ちょっといいか、ちょっといいかな、ちょっといい。よし、情報ではないのですが、心当たりはいくつかあります。パパとママが困っているときは私も力になりたいですから。今2人が結婚したという値はシステムの不具合が起きたときに壊れてしまったのだと考えられます。なのでパパとママは祝福の儀式というクエストを受けてみてください。祝福の儀式？はい、異性の二人が行うクエストで、最後まで進行させることができれば二人の絆を表す値が書き換えられるんです。パパとママの現在の状態も元の結婚状態に戻る可能性が高いと思われます。そうじゃなくて、値一つで結婚状態になったりならなかったりっていうのが。大丈夫ですよ。パパとママが結婚状態じゃなくても二人がラブラブなのは変わりません。そうだよね、ゆいちゃん、ありがとう。当然、やっぱり今の状態は元に戻したいし、それにゆいちゃんが探してくれたクエストだもん。面白そう。ねえねえ、その儀式って別に結婚状態を回復するため専用ってわけじゃないのよね。結婚してなきゃ受けられないクエストとかそういうものじゃないんでしょ？ですね、クエストを受けるのに特に制限はなかったと思いますよ。ならさ、私ともやってみようよ、キリト。ずるいですよ、リズさん。私も一緒に行きますから。ちょっと、ゆいちゃんが私のために探してきてくれたクエストなんだからね。
詳しいことは私にもよくわからないんです。今までの会社のデータとは一致しないので、76層より上で起こるイベントだとは思います。曖昧な情報で申し訳ないです。ううん、そんなことない。そういう儀式があるって情報だけでも嬉しいよ。一つだけ、77層以上でもらえる杖になる特殊な指輪がクエストのトリガーになるみたいです。杖になる指輪、ペアで身につけるものなんでしょうか。とりあえず上の階層を目指すしかないわね。情報は足で探すものです。もうリズ、シリカちゃん、私も応援しています。パパ、ママ。よし。ちょっといいかな。ちょっといいかな。今の戦闘、キリト君の方が貢献してたもんね。そうだけど。そっか、なんか寂しいね。ちょっと前まではドロップ品も二人のものだったのに。部品はやっぱりキリト君にあげるよ。私よりもキリト君の方が使いこなせそうだもん。
なんで？え、私？そんなレアドロップ出して嬉し泣きかなーなんて。キート君は何でもお見通しだね。ごめんね、私本当は最近ちょっと辛かったんだ。うん、それもあるかも。システム的な問題だって分かっていても、ふとした瞬間にキリト君のステータスが見えないとなんだか不安になる。それにね、22層の家に帰れなくなっちゃったじゃない。あの家にはキリト君と一緒の思い出が全部詰まっていたから。みんなと同じ宿屋で眠るのも嫌なわけじゃないけど、寂しくて。照れてるの？もうちゃんと元気を注いでほしいな。元気になれそう。